アーサー・パーシバルアーサー・アーネスト・パーシバルは、イギリス陸軍の軍人、陸軍中将、士官学校などのような軍人養成学校の出身ではなく、一兵卒から叩き上げて将軍になった人物である。第一次世界大戦には、当初、兵士として従軍していたが、1916年の孫部の戦いの際に、初級幹部である将尉に任官した。 翌年の1917年には29歳で大隊長となる。すぐ後には旅団式を任されるに至った。戦後はアイルランドにおける相乗の鎮圧で頭角を表した。アイルランド共和軍から暗殺対象として何度も狙われた。サンドハースト、ロシア、ナイジェリアなどに駐在し、1936年から英領マレーに勤務。1939年、 フランス派遣軍の参謀長に就任。第43師団長として1940年5月ダイナモ作戦に参加し、帰国後は第44師団長として英国本土の沿岸防備に専念。1941年4月イギリス極東軍、司令部令下のマラヤ司令部司令官となった。パーシバルはマレー中東軍の6個師団への増強と航空支援を要求したが、 配下にあったのは、訓練が不十分な2個師団半のみであった。1942年2月に、シンガポールが陥落し、山下智之率いる日本軍に約8万の残存兵と共に投降した。マレー半島で投降した5万人と合わせ、これは英国史上最大規模の降伏だった。初めての軍司令官勤務での敗戦を経験した後、捕虜となって、 台湾や満州で抑留された。1945年9月の東京湾上における、戦艦水入り号での幸福文書調印式に出席した後に退役し、1949年に回顧録を表した他は余生を本国で静かに暮らした。1966年、ロンドンで死去。万78歳を打つ。ありがとうございます。